皆さんこんにちは、ムチョと申します。コントレール3区がリザーブ価格最高設定ということでですね、24日に行われるノーザンミックスセールのですね、リザーブ価格っていうのが発表されております。まあこれは一応最低販売希望価格ということで、まあこれ以上の価格でしか売れませんよっていうことになるかと思うんですけど、まあでもノーザンファームの馬はですね、もうセレクトを見ても分かるように、まあ安く買い叩けられるっていうことにはなりませんので、まあシンプルにこの価格はやっぱり牧場がこういった評価をしてますよっていう、まあ指標としてね、なってくるのかなと思います。でまあそんな中でですね、最高額となったのがコントレール3区チームの2023ということでですね、まあまたこれはセレクトに続きまして最高額での取引っていうのも、まあ、十分あり得るでしょう。エッファネイア、キングマン、サートルナリアというね、名たる馬を抑えてのトップっていうことになります。ちなみに牝馬で言ってもコントレール3区がトップですね。まあですからもちろん勝馬っていう目線で言ってもね、コントレールへの評価が凄まじいのは分かりますけれども、まあでもやっぱり相変わらずシーブの子っていうのはすごい評価を関係者からは受けるんだなっていうのも思いますね。多分これ日本での繁殖実績だけで言うと結構すごい子だと思うんですよね。これまで特にディープやハーツの3区がいてもオープンバーっていうのは出ていませんからね。もう価格的に言えば5億とか2億とか、もうセリに出た馬は全て億超えしているような状況もあるわけですけれども、まあ、なかなかその期待通りとまではいってないところがあると。じゃあ逆になんでここまでの高額つくのかっていうことなんですけど、これお母さん自身はですね、未出走の馬なんですよね。まあただですね、これ謎のね、2013生まれの外国馬っていうのがいると思うんですけれども、なんとこの馬がアメリカにてですね、もうケンタッキーオークスを勝利した馬になるということで、つまりは、まあ、アメリカでもうバリバリのね、超一流馬を出してきたから日本に来たっていうことになるわけですね。まあ、ですからそのアメリカの実績を引っ提げて、ぜひ日本でもね、クラシック放送を出してほしいっていうところではあったんですけれども、まあ今のところはちょっとまた違う適性になってるのかなっていう状況でございます。まあ個人的にはやっぱここまでの芝の大勝馬つけてなかなかトップまで上がれないっていうところを見ると、結構ダートどっかの繁殖っていう可能性もね、なくはないのかなと。その主張が強いからこそケンタッキーオークス馬出した可能性もというふうにも受け取れますしね。まあそういう意味ではドレフォンとかつけて、まさにね、夢のアメリカン配合とかも面白そうではあるんですけど、まあでもやっぱりコントレイルも母系的に言ったら相当アメリカ色の強い一頭で、ダートでもトップホース出す可能性が十分にある馬ですんで、まあそういう意味ではね、本馬も芝の中長距離狙っていくっていうだけではなくて、ダートでね、進化を発揮するっていう馬の可能性もあるかもしれません。まあ多分セレクトみたいに5億とか3億とかも多分つかないんじゃないかなっていうところもありますんでね、この価格まで行っちゃうとやっぱ芝の中長距離狙わないとっていう価格になってきますけど、1億ぐらいだったらもう死にミニ3区でも超えるぐらいの金額になってきてますから、まあ参加もできてね、十分そのぐらいのバックが期待できるということで、本場アンブラの 4×3 も入ってますからね、やっぱそっちの可能性あると思うんですよね。まあとりあえずはですね、今回の上場馬の中で最もね、牧場さん的に価値の高い馬っていう風に見てるのが本馬ということで注目してください。そしてですね、それに続いたのがやっぱりパッションルージュさんとイカット。結構これはね、前にした最高額予想いい線いってたんじゃないでしょうか。まあやっぱ繁殖の質で言ったらパッションルージュが抜けていいのかなって個人的には思いますよね。それこそ日本においては明らかに CV 以上に高い一頭でしょう。G1 2着ファインルージュ、他エストレンブランサーと複数勝利を挙げる馬が数多く出ております。アーチがですね、ノーザンでは相当珍しいですけれども、日高家を中心にハーチで当たりまくりのポストンハーバーでございます。そして第3位がイカット、キングマン3区ということでね、お母さんがヨーロッパ遠征したそのですね、繁殖入れした馬っていうことになりますけれども、まあキングマン×ディープインパクトっていうだけでね、ちょっと夢がありすぎますよね。どれだけのね、瞬発力を見せてくるのか。まあ今後は逆もしかりでね、ディープ系×ハーチキングマンの馬なんかもたくさん出てくることでしょうから、ちょっと注目の配合ですよね。ということでね、まあ基本的にこのリザーブ価格上位の馬たちが落札価格も上位になる傾向に当然ながらありますんで、まあこういった馬たちをノーザンは推してるんだなっていうことで注目しておくといいでしょう。逆にね、
ちょっと意外にも引き目なのかなっていう風にも見えたのがアウェイクとかね、あんだけですね、去年のセレクトセールでは2億とか3億で取引されてたお母さんですから、まあモーリスの牝馬になったとはいえですね、やっぱトップぐらいの設定になるのかなって思いましたけど、意外とね普通だったと。ただこの3億4千万とかで落札された時も、実はそのこの時もリザーブ価格はそこまで高くなかったりしたんですよね。3000万円と。まあ、ですからそういう意味では、まあ、牧場さん的には思ってた以上にね、価格が結果的にはついちゃったみたいな感じなのかもしんないですね。まあ、確かにやっぱ現役実績とか繁殖実績的に言って、そんなに高い馬じゃないんで、個人的にもちょっとね、なぜなのかなと思ってた馬ではあるんですけど。まあでもね、この間、インビジブルセルフとか勝ちましたしね、ここから価値が証明されていくのかもしれません。ということでですね、これからどんどん盛況になっていきそうなミックスセールの搭載部門っていうのを見てきました。このリザーブ価格0円の馬もね、決して評価してないってわけで、セレクトと同じくいい馬を置いて0円になるケースが多いですね。これをね、普通の日高の血統馬で0円でやったら相当安く買い届ける可能性がありますけれども、やっぱノーザンだったら、なんだろう、もうブレステ5の0円スタートみたいな感じなんで、そんなに変わるものではないのかなって思いますけど、まあだからこそね、こうやって価格をつけてるっていうのは、まあ評価の、まあ、勉強になるところもあるのかなと思います。でこのリザーブっていうのは繁殖部門でも出てますね。こちらでも結構な差があって、1500万スタートの馬もいればですね、100万円の馬なんかもいるわけですね。まあ最高額になった馬はもう本当のなさすぎるね、ミヤマンテということで、まあ一番でもありますしね、この実績とこの血統でなぜ出すんだっていう馬ですよね。シンバベゴリア賞を勝利してフラーカップ6着、まあその後も2勝クラスで勝ち寸前までは行きましたし、もうサンデーフリーでつけ放題。まあ多分これはですね、多分ノーザンさんの中ではこのミスエーニョの品系をそこまで評価してるわけではないっていうことなんでしょうね。ミスエルテのインパクトが強すぎて結構日本で大成功してる父っていう印象あるんですけど、まあもちろんね、他の馬も勝利自体は何とも上げてるんですけど、まあ確かにノーザンにいる馬の中では高いレベルとは言えないのかなっていったところですね。実際このミアンマンって以外にも同じ母を持つプルケ・テスエーニョっていう馬も、まあ、繁殖実績振るわないっていうことでこのセレに上場されております。まあとはいえね、それは本当にハードルが高すぎる話であって、まあやはり田牧場さんにとっては見どころのある一頭なのは間違いありません。でこのレッドオリビアとかは個人的にはやっぱロードカナロアが配合されてるっていうところで高くなったりもしたのかなと。他もレイデオロとか、まあ、スワーブリチャード、モーリス、ドレフォン、勢いのある馬や高額産餌付けるような馬は結構リザーブも上がってますからね。だんだん買いに行くにつれて未教養とか、まあ、そこまで人気してるわけではない馬とかね、あとはタッサリオンの馬とかが増えてくる印象です。で個人的にこの100万円のねバーゲンセールとも思えるこの価格設定の馬たちの中で、え嘘でしょって思ったのがあのタンジェリンムーンですよ。この馬の実績で100万円スタートはちょっと明らかに異質なんですよね。まさにミヤマンテでも引きを取らない4000万円稼いだ馬になります。複数勝利を挙げたってわけではないとはいえ、もうほとんど掲示板には来ておりまして、まあ、一定の高い能力っていうのは十分証明したところでしょう。でしかも品系もですね、兄弟からは重賞馬同系ムーンが出ていたりもしますし、叔父にはタガノマイバッハ、トキオエクセレントと、まあ文句のつけどころのないね日系だと思うんですけれども、じゃあなぜこのような扱いになったのかっていうところを考察するに、まあやっぱりノーザンさんは捨て子系の繁殖をあまり評価してないっていう面があるんだと思いますね。まあご存知のようにですね、ステイゴールド繁殖は、まあ、非常にね勝ち上がり率等が低いっていう状況が続いておりまして、まあ結構そこら辺をシビアに見ていたり、またやっぱりステイゴはねノーザン社代っていうよりは日高の方が思い入れがある強いっていう面もあるのかもしんないですね。まあただ前にもご紹介したようにルフェーブルが初としてコラソンビーターやドライレーダーを出したりですね、まあ、やっぱりこうサンデーがね一つ後ろに下がって勝馬の範囲も広がってるっていうところもありますんでね、まあ8ゴールドシップっていうのもまた父とは違うですねいい傾向を示してくれる可能性っていうのはあるでしょう。
まあ、他の馬はほとんどが未処理馬だったりね、ある程度の年齢を重ねた馬ばかりの中で、まあ、タンジェリンムーンも6歳とはいえね、あれだけの実績で突然の100万円っていうのはちょっと驚きましたね。逆にやっぱりですね、デアデラノビアの品形をね持つネクスタスは未処理馬ですけど300万円に設定されてたりですね、まあ、あとはこのボレトンクールとかですね、ポルトロッソとかエアグルーヴ品形を持つ馬っていうのも若干ね高く設定されております。ぜひですねチェックしてみてください。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。